の議論をしやっぱりずっともう一度どこかで議論をする時間があった方がよろしいですか。あるいはもう先生にご意見を書いていただいてみんなに読んでもらってそれをどういうふうな意図にするか。いや私がその評価をするというよりはその僕の今の発言はここでどういうここの戦略効果部分の方針というかですね そこの前の資料から概要案からここまで短縮したものの、まあ、いわば河川部の書き方まず、前回出た資料 に概要案があるんですけれどもこれはまあ事実関係というかここの会合で出たその今まで の実測データの資料あるいはそのアンスケア国際機関における評価について、まあ、現場で一応その議論し検討した、まあ、それが多分ここにいるところの被爆線量の把握という部分に相当するところですね。で、没評価というと目的にとって線量の評価がどこまでそのできるのかあるいはするものなのかというところはちょっと私にはよく見えないというところが言ってあります。でこの基本的考え方のところにその前回の資料2の基本方針のところにはその集団を検、まあ、集団を検討する評価であってここの被爆線量を網羅的に評価するのではないという文章があったわけですけれども、まあ、趣旨は多分その通りを取っておられると思うんですけれども資料3につきましてはぜひ先生方からご自身のご意見、お考えを後日いただければと思っております。またその具体的な方法につきましては、本日中に改めてご連絡させていただきます。